はい、皆さんこんにちは、キイチです。今回はタイトルにもある通りプッシュ&プルというのを説明しようと思います。よろしくお願いします。で、このプッシュ&プルというものはどういうものかというと、例えばシングルストロークをやっている時に、でこれがだんだん速くなってくると指に変わってきます。これがこんな感じになってくるんですけれども、このシングルストロークっていうのは毎回毎回同じエネルギーを出して音を持続させるというものなんですけれども、これが意外と大変なんですね。これを解決できるのがプッシュ&プルになります。エネルギーを分散させることによって持続可能にさせるという奏法です。まあ、例えばこんな感じですね。この速さだったら、こんな感じでシングルだと大変だった速さがプッシュ&プルをすることによって持続可能になるというわけです。で、このプッシュ&プルというのはまあいろんなところで活用できるんですけれども、今回の動画は持続という観点で説明しようと思います。それではまず右手のプッシュ&プルから説明しようと思います。右手のプッシュ&プル、遅くするとこんな感じです。で、これ僕パーグー練習って言ってるんですけれども、打つときにパー、引くときにグー、こんな感じですね。打つときにパー、開いてもらって、引くときにグー、これをプッシュプル、プッシュプル、これをパーグーですね。パーグー、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 パーグー。で、このプッシュ&プルするときにコツなんですけれども、必ずポイントを押さえておきましょう。僕の場合でしたら、ここ親指と人差し指、ここ結構つまむ力しっかり持って、ここの後の3本ですね、ここの後の3本を自由に動かせる状態になっていればプッシュ&プル割と簡単にできるのかなと思います。パグ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 、しっかり押さえた状態で、ここはここの3本は自由な状態ですね。こんな感じです。で、この時の注意点なんですけれども、打つ時にここグーになっていないとちゃんと開けないんですね。っていうのも、一発目打つ時に最初からパーの状態で打ってしまうと、パー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 でなってしまうと、これシングルストロークになってしまうんですよね。あくまでプッシュ&プルなので、ここは最初は閉じておきましょう。ここ跳ねる時、このスティックが跳ねる時に最初にパーになる、初めてパーになるという感じです。パーグー、こんな感じですね。で、このパーグー練習を解決させるために魔法のリズムというか、僕がおすすめするリズムがあって、タンタ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 タンっていうこの3連符のリズムに乗ってやるとパーグーしやすいのかなと思います。というのも、タンタ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 タン、パグー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 、こうやるとまあリズムに乗りながらパーグー練習できるのでおすすめです。これをどんどん曖昧にしていきます。ここからどんどん曖昧にしていきます。で、これからどんどん速くすると形になってくると思います。で、このパーグー練習っていうのはダブルストロークでも同じことが言えるんですね。ただダブルストロークと大きく違うのは、ちょっと一回やってみると、ここ休符ができちゃうんですよ。例えばこのリズムだったら、休符をなくしてやる、右手だけでやるとこういう感じですね。パーグーの原理は変わんないんですけれども、なるべく繰り返す。ダブルストロークだと休符がついてしまう。プッシュ&プルにすれば休符をなくせるっていう感じですね。こんな感じですね。このマッチドグリップっていうのがいろんな持ち方があって、今僕プッシュ&プルするときはこのフレンチという持ち方なんですけれども、縦目に持ってここちょっと隙間開ける、まあ第二関節ですね、ここの人差し指の第二関節のところで親指でしっかり押さえるという奏法ですね。ここが割と自由になるのかなと思います。これフレンチグリップっていうんですけれども、アメリカン、まあこの斜めですね、ちょっと握った状態で、縦じゃなくて斜めの状態、この時もアメリカンの奏法とドイツ式の方法があります。ドイツ式は横に持ってやります。ただどんな持ち方でもプッシュ&プルの先ほどおっしゃった原理は同じで、しっかりどこでもいいのでつまんで、この後の3本ですね、まあ2本の時でも大丈夫なんですけれども、この後の指を自由にした状態であれば、まあどの持ち方でも割と叩けるのかなと思います。
は今回はフレンチでやろうと思います。はい、右手の説明は以上です。次に左手、トラディショナルグリップについてお話ししようと思います。少しアングルを変えまして、左手トラディショナルグリップの説明をさせていただきます。トラディショナルグリップでプッシュ&プルするときはこんな感じです。でこの左手のプッシュ&プルかなり難しいんですけれども、難しい理由としては、ここのスティックに触れている指の面積が右手より圧倒的に少ないんですね。ですのでコントロールが少し難しいというふうになっています。ですのでこの触れている面積が少ない状態でもコントロールしなくてはいけません。それではこの左手のプッシュ&プル詳しく説明しますと、まず最初にこれパーに広げてもらいまして、もう全部の指を開いてもらいまして、もう思いっきりパーグーパーグー、先ほどやったパーグー練習を思いっきり全力で大げさにやってください。パーグー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 。でこの目的としましては、ここですね、ここの親指の感覚ですね、ちょっと指が開く感じ、パーグーパーグーパーグー、こんな感じですね。パーグーちょっと開いて閉じる、この動きを使います。パーグーパーグー、これを大げさにやるとパーグー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 。先ほどやった3連符のリズムを活用してみると、パーグー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 パーグこんな感じになります。ただマーチングの場合はこれだけ開いてしまうと、スネアラインでみんなとやるときに若干目立ってしまうので、なるべく収める形にしたいと思います。ですのでこれですね、パーグーやってるときにだんだんこの下のこの下の指2本ですね、この下の指2本をくっつけていきます。だんだん収めていきます。まあ、実際にくっつけるというわけではないんですけれども、収めていきます。あとはここの上2本を少しずつくっつけていきます。でリズムをだんだん曖昧にしていきます。この時に親指のさっきのこの感覚は絶対忘れないでください。こんな感じですね、親指は必ずちょっと開いたり閉じたりっていうのを、目視ではちょっと難しいと思うんですけれども、やっていますね。でここで一つコツなんですけれども、プッシュ&プルするときにここの人差し指が当たると思います。ここの人差し指を補助として活用します。これですね、これを補助として活用します。どういうことかというと、この人差し指をこんな感じで動かしてプッシュ&プルのサポートをします。こんな感じですね、人差し指このように動かしてもらってプッシュ&プルのサポートをします。ですので親指と人差し指だけでプッシュ&プルは正直できます。これができたらだんだん収めていきます。これで左手のプッシュ&プル前から見るとこんな感じですね。右と組み合わせると、こんな感じになります。でこのプッシュ&プル、一番大事なのがリラックスをするということです。なるべく持続させようとすると力が入ってしまうんですけども、プッシュ&プルするだけ逆です。もうどんどん力を抜いて、もう指だけこうやって動かしている状態にすると割と持続可能になります。これが力入ってしまうと、このようにリズムがおぼつかなくなってしまったり、力が入ることで音にも影響しちゃうので、もう本当にリラックス状態ですね。指だけ動かせる状態、ちょっと力入れるのがこうつまんでるところですね、左手で言うとここ親指のところですね、ここだけちょっと力入れるだけで後のところはもうリラックスですね。こんな感じで、早くしたい、持続させたいのであれば、どんどんリラックスさせましょう。で、このプッシュ&プルを活用することによってできる奏法が2つあります。1つ目がモーラーです。ここの肘ですね。この肘、モーラーを使ってできる奏法です。まあ、例えば、このリズムがあったとして、これにアクセントをつけたいときは、肘を使います。
こんな感じで肘のこのエネルギーを付け加えることによってアクセントを生み出すことができます。左手も同じですね。こんな感じになります。これを使ってできる基礎練習がフラフラのグリッドになります。これがフラフラになります。フラフラというのはフラムを繰り返すことなんですけれども、右と左で交互にやります。ですのでフラムの位置が変わってきます。右手だったら左が最初に来るわけですね。左が最初にフラム打って打つ、次に左になるので右が最初に打って左を打つ、こんな感じですね。これをだんだん速くすると、でだんだん緩くして、このフラフラにアクセントをつけることで基礎練習という定義で、こんな感じのこともできます。で、このフラフラはめちゃめちゃ難しいので、まずゆっくりからこんな感じですね。ちょっと固めでもいいので、この交互のフラムに慣れたらだんだん速くする、これを緩くする、まずここからやってみてください。で、次に活用2つ目、この活用2つ目っていうのが高速16分音符になります。高速16分音符どういうものかというと、今やったこのフラフラを分割させると16分音符になります。こんな感じですね。こっからこんな感じになります。16分を打つときにただひたすら指ででもできるんですけれども、これ以上速くなるっていうのがちょっと大変なので、無理なく持続可能にできます。これを使った基礎練習がこんな感じです。はい、こんな感じですね。2つのパターンやってみました。フラフラとそれを分割することによる16分ですね。プッシュ&プルをすることによって持続可能になるわけですね。では最後にこちらのアングルからだったので、真正面から見た状態でこの2つのパターンをやってみようと思います。どうぞ。はい、以上になります。今回はプッシュ&プルというものを説明しました。右と左で言えばだいぶコントロールの差があると思うんですけれども、まずゆっくりからリラックスした状態でやって緩くするというものを実感できればだいぶ慣れるのかなと思います。まあ、だいぶざっくり説明してしまったんで、質問等があればコメントでお願いします。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。